ントの継続率での管理になります。だから、よし、いいよ。俺もだ。再びこのスタッフ一行に立った。君にも特別丁重なもてなしをしよう。はい。お、チャンス目。ARP 中のチャンス目は直乗せと激闘モードの抽選が行われてますので、ここは激闘モード突入に期待です。ジャックしてからテンション上がるじゃないですか、一発目からの激闘モード行きました。いやー、やっぱり ARD 入った瞬間変わるんですね、流れが。僕の引きも激闘モードは5ゲーム間の上乗せ特化ゾーンですね。で、5ゲーム間成立額に応じて上乗せの抽選がされます。一度もボーナスがされなかった場合は繰り返し5ゲームの激闘ゾーンがついてきます。これで今1回もボーナスがなかったのでプラス5ゲームですね。もしくは最終ゲームでリプレイ以外の子役が揃った場合はプラス5ゲームになりますので、激闘モード自体は継続性のある上乗せ突破ゾーンになります。ベルで上乗せですね。で、次の最終ゲームでまたリプレイ以外の役ですね。リプレイ以外であれば継続になります。リプレイでも継続抽選になります。これでおそらく終了です。20ゲームしか乗せれなかったですけど、 ARP 残りゲーム数はいきなり159ゲーム。 ARP 中に関してはベルを揃えた時に相手のゲージがこう減ることがあります。ベルを揃えた時に相手のゲージを減らす抽選が行われてますので、まあ、もちろんベル以外の子役でもされてますけれども、メインはベルで、1回のこのゲーム数が残ってる間にポイントをゼロにしてしまえばこの相手を撃破ということで次のラウンドに進みます。で、ポイントをゼロで撃破できた場合はウィニングラッシュというこの上乗せ突破ゾーンに入りますので、これせめて1人目のポセイドンくらいは倒しておきたいですね。いやー、力入りますね、この ARP は。1人ぐらいは撃破しとかないと、せっかく100も乗せたんですから、最初に。お願いします。よし、よし、あと1ポイント、あと1ポイントです。ウィニングラッシュ、これもしゼロゲームになってバトルになってしまったら継続したとしてもウィニングラッシュはなくなるので、再び10ポイントからになるので、ここで倒しておかないと。よっしゃー、いきました。これで今相手のポイントを10個減らしましたので、今からウィニングラッシュという上乗せ突破ゾーンに入ります。5ゲーム間です。ここはマイゲーム上乗せになります。5ゲーム間必ず。
結構暑い。今ので50ゲームの上乗せですね。完成です。これで70ゲーム、あと2ゲーム。合計で130ゲームを上乗せして、これで1人目のポセイドンを撃破になりますので、モードアップですね。で、今上乗せした分と先ほど残ってた ARG のゲーム数を足して2ラウンド目に突入します。これで2ラウンド目ですね。1人目を撃破したら今度2ラウンド目に突入で、再び相手のポイントが10ポイントからスタートになります。2人目はセガサスですね。100ゲーム以上あっても10ポイント減らせるかっていうのはちょっと難しいので、ポイント減らしながらゲーム数もどんどん乗せていかないときついですね。そのためには特定薬を引いて、まあ、直路線あるいは激闘モードに、まあ、いかに入れられるかというのが大事になります。ウィニングラッシュだけでの上乗せではなかなかいかないと思いますので、これで ART ゲーム数を消化して継続バトルになります。惜しかったですね。あと3ポイント。さあこれで ARG 継続プラスペガサスの撃破になります。バトル中の撃破はウィニングラッシュは伴いませんけれども、これで3ラウンド目ですね。次がで再び50ゲームの ART が始まります。3ゲーム取るか。
残り8ゲームで100ゲームマウスプラス激走ですよ。明日めっちゃ良くないですか展開。プラス5ですね。まあ激闘モード中の特定役も大量上乗せのチャンスです。
けど、フェンスまで行ければまたドキドキできるので、いろいろ期待しています。
あと1ポイント。できました。これで次はゼウスですね。その前にウイニングラッシュ。
その間も相手の体力をまたゼロにしてしまえばウィニングラッシュは続きます。いやー完全制覇しましたね。めっちゃ嬉しい。よかった、輪掛け来てよかったですね。待ってよかった。朝から座れなかったのは残念だったですけど、むしろ朝から座れなくてよかったかもしれないですね。やりやした、完全制覇したこれ。期待しましょう。128以内に。いや、パンドラもあります。よし、交換します。よう出てくれました。邪魔でした。やりやした。リベンジ成功っすね。よし、次も頑張ろう。ありがとうございます。交換の方が4430枚ですね。で、今日は投資が250枚なのでプラス4180枚になりますね。いやー、よかった、よかった。コインも1枚余りましたんで1回で回しましょう。これでまたブドウ揃わんかな。はい、実戦終了しました。今日は朝からバジリスク行きました。で、本当は抽選が良ければ朝からリングにかけろ行きたかったんですが、まあ、結果オーライと言いますか、バジリスクで投資250枚から約1600枚ぐらいですね出てくれて、まあ、そこからの移動でリングにかけろですね。で、リンかけが一撃でこちら4430枚、トータル収支がプラスの4180枚ですね。いや、前回負けたお店で、今回勝ててよかったです。またこれで42話43話と連勝できたらなと思います。以上、シーサの街道日記第41話でした。